Thus, I came face to face with the creature and discovered a reality more awesome than the myth. Gustave Audubon, 1888. Isn't it time you stop living in a dream world? For you and me. A scientist must follow his dreams. Without dreams, there is no science. Professor! There are several different migration patterns among fish. The major ones are spawning, breeding, feeding, seasonal migration, and the horizontal and vertical patterns. During spawning migration, they migrate to appropriate waters for hatching the eggs. Spawning grounds are usually located in warm waters. 君、日本人だろ? In the southern hemisphere, like... 俺、飯田。飯田圭介って言うんだ。よろしく。A show migrates north. While in the northern hemisphere, like Japan, a show migrates south. なんだお前、気持ち悪いの?
In the northern hemisphere, この先生、人魚の話をして、日本の学会を追い出されたんだ。君、ヨット乗ってるだろ？俺も乗ってるんだ。高校の時から。これ、かなりヨット乗ってるって感じだよね。外国に来て頼れるのはやっぱ同じ国の人だね。どこだって頼れんな、自分じゃねえの。ところで、よかったら君の名前教えてくれないかな。カイバラだ。カイバラ君、よろしく。See you next week. どう？僕のヨットに乗らないか？親父がおせっかいで買ってくれたんだ。古いけど用事あるか？ああ、いいよ。お互い頑張ろうね。苦しくても。サボタ教授。なんだね。オマーカルリウスのことをお話しになりませんでしたけど。ああ、あれかね。先生がこの本でお書きになっている人間は人魚の足だという説は本当ですか？悪いがね、その話はもうしないことにしたんだ。それにそんなことは私の講義とは何の関係もないでしょ。でも僕にとってはすごく大切なことなんで。君、何を言いたいのか知らんがね、冷やかしならやめてくれよね。じゃあグスタフ王子はどうですか？彼はこの本の中でその証拠を見たと。オディボンは無双家だったんだよ。あなたはご自分の本の中でも彼を引用してます。まああれだね、狂気というものは伝染するのかもしれん。この辺で失礼していいかね。やっぱり迫田に会いに来たな。別にあんたに言われた方が来たんじゃないよ。で、迫田教授は何だって？うるせえよ。貝原君、俺は真実を知りたいだけなんだ。人のこと雑誌に書いて晒し物にしてか。それは違うよ。もう俺に構わないでくれ。
あの10日間どこにいたか君だって知りたいだろう。なぜ君は助かった彼女は死んだんだ。あの海で何が起こったんだ。灰原君、灰原君。そばで育ったんだ。お父さんがタンカーのキャプテンだったでしょ。だから一年のうち家にいるのはほんの少しで、あとはずっと海の上っていう人だったの。だから海が私とお父さんを話してると思ってたんだよね。
かにこんなこと言うなんて。なんで？そんなん全然気にしてないよ俺。まあでも小さい頃はなんでだろうと思ったよ。親が曽根崎でなんで俺だけ貝原なんだろうって不思議だった。ひそかに比べたら私なんかまだまだうまいね。ママがよく言ってた。ん？海っていう字の中には母っていう字が入ってるでしょ。うん。だから海は母親なのよって。ママも寂しかったんだね。どうした？どうした？大丈夫だよ。ここは海の底より安全だからね。Thank you.
おや、帰っていったの？今日は新学期の最初だから。あ、そっか。ランチは？まだだよ。じゃあチョコレートケーキ食べる？チョコレートケーキ？お昼ご飯に？そうよ。遠慮しとくよ。後でそばでも茹でて食うかな。ああ、何かあったの？ああ。なんか変。さっきおかしな学生がいてね、お父さんにホモアクアレリアスの話はしないのかってそう聞くんだよ。話さないの？これだよ、飯田。飯田圭介。お前どうしてここの番号分かってる？いや、悪いと思ったんだけど、あの学生から聞いて。どうしたの？いや、それが困ったような、嬉しいような。なんだ、はっきり言えよ。やっと友達ができそうなんだ。そりゃよかったじゃん。ランナーウェイベイマリーナのファーストバース、この前行ってた僕のヨットにいるんだ。おっと、さっき知り合ったこっちの学生と意気投合してさ、早速ヨットでもってことになって。悪いけどヨットやめたんだ。そんな頼むよ。今日は風も強いし海も荒れそうだからやめといた方がいいぜ。そんなこと言って本当は来たくないだけなんだろ。いいよ、俺一人でもセーリングしてやる。あ、お前ふざけんな。いやな、お前俺が行くまでヨット動かすなよ。ありがとう。本に切るよ。貝原くん、やっぱり来てくれた。よかった。見た方がいいって。ここ日本の海じゃねえんだぞ。なんだよ、説教ばっかじゃん。本当やったらなんか乗れないんだ。いいよ、俺たちは見捨てるんだ。
たはいい時代に生まれましたね。グスタフ・オーデボン先生。Cape Lighthouse. Is that you, Sakoda? Yes. We've got a problem. A small yacht's gone missing. Missing? It hasn't turned up at the marina. We're sending out a spotter plane. Oh. I'll also search for them from here, just in case. Keep us posted. Yes, certainly. Thrown overboard. するんですよ。人権蹂躙ですよ。いや、そうじゃないんだよ。今ね、病院に連れて行ってくださる。帰ります、僕。ね、落ち着いて座って。座りなさい。大丈夫。もう大丈夫。大丈夫だ。Excuse me. What happened? We have a missing Japanese person. Another Japanese? Yes.なんだ君、もう一人日本人がいたの？貝原が悪いんですよ。貝原が俺を連れてこって。その貝原って人が君の船に一緒に乗ってたのか？先生の授業にも絶対ですですよ。私の授業？うん、先生、僕はどうなんですか？僕は捕まるんですか、先生？飯田君、心配しなくていいから。Did you find out the name and address of the missing person? No.But I can contact the university. May I use your phone? Of course. It starts going down in about 2 hours' time. I can't afford to keep this guy for the rest of the day. Next of kin? Mm-hmm. Do you have a contact phone number? What?迫田教授ですね。はい。あ、羽岡光栄と言います。どうも初めまして。
実はですね、Well, well, well. What a surprise. Ah, Professor Sakata. Good morning, Mr. Norris. I imagine you're very busy these days. You'd better believe it. Hello, Jesse. I don't think you should get involved with a con man like him. Sorry? Con man? That's not true. What's not true? Weren't you a reporter for that tacky American magazine? Yes, I was a reporter for that magazine. Then you're a con man, Hayaka. Professor Sakata, I'm sure you remember that Nature World dolphin scandal. Oh. This man's father was the owner of that brand. That. He set up that scam. This time you're going to destroy the Australian environment? Damn you, Norris! When are you going to stop exploiting other people's mistakes? A mistake? Mistake? You call that set-up photo a mistake? You bastard! Watch your mouth! Did you get that? I think you're after another cover photo for a low-grade magazine. With another tacky expose caption. Excuse me, gentlemen. We have to go now. Kyoji! Be careful, Professor Sakata. Don't trust him. He talks 99% crap. Ladies and gentlemen, excuse me, I'll be right back. Now go away. こちらだったんですか。ベル鳴らしたんですけど、今朝すいませんでした。実は教授にどうしても見ていただきたいものがあるんです。これなんですけど。 貝原君じゃないか。ええ、去年のことなんです。この一緒にいた女性は亡くなったんですか。はい、遺体は結局見つかりませんでした。ところが彼の方は救命胴衣もなしで10日間も漂流して助かったんです。しかも彼はその間の記憶を一切失ってるんですよ。教授が研究なさっている生物と彼との間に 何ですか。あれ娘がね。君、タバコはやめてくれたまえ。あ、すいません。どうも。ネイチャーワールド。これは僕も購読していたんだ。 いい雑誌だった。しかしカメラマンは本当にこんなことしたのかね。これで40年続いた雑誌が廃刊ですよ。親父はショックで倒れ、今も寝たきりの生活を送っています。逆にこの写真がやらせだと発見したノリスの方は環境保護の運動家になって、いつの間にか政治家ですよ。皮肉なもんだ。
俺が教授のことを知ったのも親父の影響なんですけど。とにかく僕たちには共通点がありそうだな。物笑いの種にされるってのは辛い。マッケンジー海洋研究所か。いや僕はあそこにね2ヶ月ほどお世話になったことがあるんだ。懐かしいよ。うん。ところで教授、教授はジャリンクスの記述をどう解釈されてます？あの香港の地下の一件ですよ。あれはね、僕はオーディボン独特の刃じゃないかと思うよ。つまりホモアクアレリアスと人間との間に子供ができたっていう話でしょ。じゃあオージボンの助手の中国人は？確かホイヤンミンって言ったかな。ええ。こう書きます。なるほど。教授は貝原君の名前をどう書くかご存知ですか？貝原君はどこで生まれたと思います？いや、香港です。彼は孤児で日本の曽根崎さんという養父母に育てられました。君はこのホイヤンミンとこの貝原静香君との間に何か関係があると？それはまだ分かりません。ただ彼は教授の話を聞きにここオーストラリアまで来たんです。彼は生きています。今度またどこかで。坂田教授、生きてました。やっぱり生きてましたよ。貝原ひそかですよ。何か問題があるみたいなんで一緒に来てください。刑事、急ぎなさい。どうぞ後ろに乗りなさい。あ、すいません。Thank you very much for coming. You're welcome, Dr. Cross. I'm a marine biologist, but a doctor. I'm not certain I can be of any help. We have to know what we're dealing with to treat it. It seems that the patient has undergone some genetic alterations. Sorry? Genetic alterations? Yes. We think there may be adaptations to the marine environment. Even so, how he managed to survive, who knows? Excuse me.ここで待ってなさい。Shall we go?
I need that IV. Sedate him. We've already given him 40 mils of Valium. Give him 40 more. Doctor, that's over the limit. Leave it down to Brian in this case. Do it. I'll take full responsibility. How is he? What is he would be a better question. Look, I know this sounds crazy, but he's not human. What is his body temperature? 34.5. Dr. Klaus, do you mind if I touch him? No, not at all. Nurse, can I see that chart? Dolphins sometimes react viscerally when they are out of water or exposed to the sun too long. What's his blood pressure? 190 over 105, but fluctuating. Pulse rate? Respiration? Excuse me. Oxygen saturation? Brain surface temperature? Pulse is 119. With dolphins, I'll cool them with water. Hey, wait a minute. No, 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 it's okay, it's okay. Nothing else is working, let him go. Its pulse is stabilizing. That's amazing. Yes, let's quick get a bed. Keep that causeway. Professor Sakoda, there's something else I want to show you. Here. Look here. This is the only place it didn't grow. I assume it's because the ring was there. And look, over here too. Something wrong? どうかしたんですか? Professor? 教授。お父さん。君、私と一緒にちょっと来てくれないかね?20年前ね、マルケサス諸島の遺跡から発掘したんだよ。そこは3つの島と周辺の海域が海底火山の大爆発で一瞬のうちに化石流の下敷きになったところだ。これがホマーカ・レリウス。おそらく彼女はその末裔だろうな。彼女。それはヒソカがしてたのと同じ。ラピスラズリーという名前の石なんだ。このペンダントは彼女が首からかけていた。し
しかしなんで、なんでこれを発表しなかったんですか。 DNA テストだって、炭素年代測定だって何でもできたはずじゃないですか。そうすれば日本の学会も終わることもなかっただろうし、あなたの説が間違ってないということも証明できたはずじゃないですか。僕はね、同僚から裏切られたんだよ。長屋で一緒に研究していた恩師や同僚から嘘つき呼ばわれされ、ペテン師扱いにされましたよ。これはね、自尊心の問題なんですよ。そりゃそうでしょう。自分がまともだってことをなんで証明しなくちゃいかんです。そうでしょう。しかしですね、これだけのものがあれば。いや、彼女は私の英語や栄光のために存在しているんじゃないんです。ただそこに存在しているだけなんです。もしもし、私です。迫田。いや、今病院から電話ありましてね、貝原君の意識が戻ったそうなんだ。わかりました。今すぐ向かいます。Remembers nothing. Same pattern as last time. Yes, but from what you told me, that was only 10 days. Total amnesia for 32 days is very rare. Where's he been? Dr. Klaus. Will you allow him to come to my laboratory for a day? That's an unusual request, Professor. And he is still under sedation. Yes, I know. But his observations are stable. Uzu. 大変だったね。実はね、君にどうしても教えてもらいたいことがあるんだ。うん。この青い石、うん、ね、私もね、同じものを持ってるんだよ。ああ。どこで君手に入れたの？それを。僕はこれ生まれた時から持ってました。どうして？
ご両親が許していたようだね。でも今日お帰りになりました。一人にしておくのは辛いだろうな。ジェシーだっけ。ありがとう。その指輪きれい。あれはなんで。ママ、海で死んだの。進化の過程にあるミッシングリンク、空白部分を埋めるのがホモアクアレリアスであろうと推測したわけだよ。ヒト科に属しながら水中に生息する存在だ。君ね、どうして我々の体には猿のように体毛がないんだろうか。まあ犬、猫、地上の哺乳類のほとんど全てに体毛が密接してるでしょ。どうして我々だけにはないんだろうか。え、どうして我々だけが体をこうやって後ろに反らすことができて、どうして我々だけがこうやって直立歩行できるのか。ね、それはね、我々の祖先が一度海に戻ったからなんだ。有袋類の一部が海に戻ってクジラやイルカになったように、我々の祖先も海に戻って猿とは違う進化の過程をたどったんだ。ね、そして200-300万年経って陸に戻ってくるものも現れた。その戻ってきた彼らこそが我々現代人に直接結びつく祖先なんだ。つまりホモ・サピエンスはホモ・アクアレリエスの足だということだ。これを言ったんでね、僕は日本の学会を追われたんだよ。に戻らないで海に残ったホモアクアレリウスもいるんですか。うん、人魚と称されるものはそのうちの一部だろうと思う。でも僕はね、それも200年あるいは100年前には絶滅したと思っていたんだよ。じゃあやっぱり俺は。いや、それは可能性の問題だ。科学的なデータがまだ全部揃ったわけじゃないしね。ここではね、フィドラークラフ、ね、バイオリン弾いてるみたいでしょ。日本では塩招きとそう呼んでるんだ。塩招き。仮にこの子たちを飛行機に乗せて東京へ連れて行くとするだろう。そうするとね、ここの塩が引く時間になると浮いて浮いて浮いて、ね、ここの塩が満ちるとピタリ
と止まる。ね。面白いね。海の生き物たちの中にはね、潮の満ち引きを体で覚えてるやつもいるわけだ。ね。教授。はい。もう一つだけ質問なんです。いやいや、まだ決まったわけじゃありませんよ。いや、ヒ素のリンパ液だったら太陽生物と同じ。君はどうしても貝原君を人魚にしたいんだろう。Professor Sakata! I've been looking for you. Yes? You got your story yet? Thank you for your concern, Mr. Norris. What can I do for you, Mr. Norris? This young Japanese man, Kaibara, quite a story. I beg your pardon? Something of a specimen for you to study. He'd prove your theory wasn't a fantasy. Let's say I think it could be of mutual benefit if you told me everything about young Kaibara. Mr. Norris, I did say mutual benefit, Professor. I do have something for you in return. Information that will astonish you. Astonish me? An eyewitness of your theory, Homo Aquarellius. ノリスの話に乗るのは尺だったんですが、ちょっと気になる点がありました。何だい、気になる点っていうのは。教授は1781年のハミルトン号の遭難をご存知ですか。うん、確か南太平洋で沈没したイギリスの商船だろう。ええ、214名の犠牲者を出したんですが、たった一人助かった男は人魚と交わったと証言し、狂人扱いされました。読んだことはあるよ。第一次世界大戦中、200日以上も漂流して助かったドイツ軍パイロットは、死ぬまで人魚との日々を語り続けたと思います。なるほどね。君は海難事故の線から追っているわけだ。世界にはこのような例がまだまだたくさんあるんですよ。すると、これから会うという老人も？ええ、そんな一つではない。ただの偶然ということもあるんじゃないのか。いや、それらの人たち全てが男で、なおかつ100歳以上生きたとした。ノリス曰く108歳です。Tell us your story, Taya. When did you go to the Island of Mermaids? Almost 90 years ago. How many mermaids were there? 30, 40, maybe a few more. They were all young and sweet. You're saying the mermaids were all young women? Yes, sir. They all smelt so sweet. They smelt just like a gardenia. They were so wonderful. Weren't there any mermen on the island? No, only mermaids. How did they seduce you? They put me in a dream, and then I, you know, gradually got in the mood. Mr. Tail, those mermaids, were they wearing anything around their
necks. The mermaids wore stone necklaces, just like those. Sexual determination. Yeah, 卵が孵化する時の気温でもってオスかメスかが決定するんだよ。君、ホモアクアレリアスにも同じことが起こったとは考えられないかね。いや、しかし彼らは哺乳類じゃない。いやいや、君、生物の進化の過程にはあらゆる奇跡と可能性が秘められているんだよ。本当、面白くなってきましたね。 いいですか。これは仮説ですよ。ご存知のように産業革命以来地球の環境は激変した。この100年で絶滅した動植物の数を挙げたらキリがない。地球の温暖化で海水の温度は上がり、人魚はメスしか生まれなくなった。彼女たちは種を存続させようという本能から自分たちに一番近い種のオス、 人間の男を求めたんだよ。だとすると、オージュボンの記述は事実だってことになりますね。ホエ・ヨンミンと人魚との間に子供が生まれたっていう。ホモ・アクア・レリアスと呼んでくれよ。<笑> Ah, Professor! It occurs to me that we could put Mr. Kaibara under hypnosis. I know a psychiatrist who specializes in hypnotherapy. He claims to be able to bring back lost memories. Is that so? You just want to use him to rebuild your marine park. That's losing money. That's terrific coming from you. I have greater plans. All you want to do is to write a book about him to become famous. Yes. I'm a journalist. Okay, okay. It seems we all want to know the truth, right? So, why don't we introduce Mr. Kaibara to my hypnotist friend? Agreed? We are all in the same boat. Good. Let me show you around. No smoking. Allow yourself to relax. Relax, Mr. Kaibara. Breathe slowly and evenly. That's right. Deep breaths. Don't be afraid. Breathe in slowly. Fine, Mr. Kaibara. You're doing well. Can you hear me? I've reached his somnambulistic level. He's now in a deep trance.
You're quite safe, Mr. Kabara. Quite safe. Now tell me, what happened when the boat collapsed? Tell me where you are. He's looking very tired. I think we should call it a day. じゃないのは分かっているのに、どうしてもこの夢から抜け出せない。指輪を触ることで最初のうちは何とか自分を取り戻していたけど、それもだんだんできなくなっていった。自分の中の何かが目覚めているのが分かった。
俺はどんどん変わっていった。
Doubt in my mind he's telling the truth. It's amazing. It's the discovery of the century. Congratulations, Professor. What? You did it. Now, if you can put this mermaid into protective custody, you can prove your theory. Once people see a real live mermaid, they'll reevaluate everything. We should make it a symbol. Our symbol. He'll be asleep soon. Oh, Professor, if I might have a minute. Certainly. Excuse me. Should have given me more information. Don't you want to know the truth? My reputation's wonderful. Hmm? 今はもう何も考えるな。本当に好きだったんだ。君はアクリのことを本当に愛してたんだな。 Blood pressure, pulse rate, even his breathing rhythm, they all follow the same curve. So you can see the similar pattern. Two cycles every 24 hours. Interesting. Yesterday the peak was at 9 in the morning and a little past 11 at night. They hit bottom around 3:30 in the morning and just before 4 in the afternoon. Professor, what is going on? How is he? He's been sleeping. Isn't this a bit extreme? No, but there's a possibility that he might hurt himself. Let's just leave it like this for a while. I think we've done all we can here. What do we call it a day, huh? Don't let anyone in. Right. Hey, Doug. お父さん、明日の朝、塩招き海に返してあげて。ジェシー、お父さん一人にしといてね。おやすみ。
just came out. Good. Stay with him. But don't let him know he's being tailed. Understand? He's heading out to sea, just as you said. I knew it. All we have to do is follow. He should be able to lock onto his transmitter now. All right. Let's go. Going on. Don't lose him. He's heading east, northeast. Making a heading of 045 degrees. いない?はい。ノリスです。密かお取りに使って人魚を捕まえようとしているんだ。あいつ一体彼女どうするつもりなんだ?教授! 教授、佐古田教授。あ、もしもし、ハオカン、君ね、船着き場にね、すぐ出てきてくれ。私の船を待つから。はい。はい。教授。ハオカさん、ここですよ、ここ。教授。 高田教授、どうやってこんな広い海の中を探そうっていうんですか。潮招きだよ。潮招き？ヒソカの体は潮招きと同じように海の生き物になっている。つまり太陽や血圧が潮の干満と同調している。ちょっとこれを見てみよう。午前3時半にはここで、9時になるとここだ。それが4時になるとまたここに戻る。ね。干潮の時間と満潮の時間です。 このデータと同じ時間帯に潮が満ち引きする海域を探せばいい。ひそかはそこで1ヶ月間過ごした。少なくともそこに向かっているはずだ。よし。この船はね、
私の死んだ家内のもんでね、イルカの研究をしていたんだ。海流のデータはここに全部打ち込まれてる。満潮時間何時になってます？それでは午後1時半です。うん、ネモリーフだ。ここが一番近い。もやいを解いてください。 It looks like he's heading for the Nemo Reef. Don't lose him, Captain. Changing heading to 280 degrees. Sir, there's a different shadow approaching the bank. New bearing, 280 degrees. Copy. Confirm last reading. 20 nautical miles. Closing. No changes. Leading lady is finally making her grand appearance. Hold it, can I? Stand by, deck crew. Norris, I know what you're trying to do, you bastard. Don't you realize how valuable she is? Kyojin, I'm not going to let you get away with it. Are you listening to me, Norris? Aquararius doesn't belong to you. Oi, Anta, 聞いてるのかね? Jesse. そのお父さんなんか嫌い。違う人になっちゃったみたい。ジェシー、ノリスがね、僕たちを出し抜こうとしてんだ。違うわ。お父さんもノリスさんもあなたもみんな同じ。人魚を捕まえたいのよ。それは違うよ、ジェシー。みんな人魚が見たいだけよ。人は人魚を見てはいけないの。助けてあげて。Together. We're right on top. They're cornered, sir. Circling back to the stern now. Stand by now. Winch is in place. Don't do anything till I tell you. Hold deck crew on alert. Close it fast. We're holding. Wait until they get fired. What's happening down there?
Look at this! Target diverging. It's gone through the net. Bloody hell, we're losing it! It's Norris. One of them got away. What? Seems like the net was cut. Jeez. Pull the bloody net up now! All right, bring it up gently. Tug one intact. We need to service it. Move it. Bring it up nice and easy. Hurry up and get the other one. It couldn't have gone that far. Okay, you two, try that direction. Run the hill. Bring it up. Bring it up. Careful. All right, steady. Update, please. Your position and any sighting. Over. Visibility's good, but no signs. Still checking. Shit. I've got the boy. Bringing him on deck now. Easy. Oh, don't hurt him. Let's rush him. Down, Ernie. Hey, Norris. It's Norris. She's still under the ship. She's still there. She's here. It's not cut. What do you think, Professor? Soon we'll be known all over the world. The Times, National Geographic, Newsweek, they'll all be at our doors begging to interview us. We now have the key to success, power, and wealth. In no time, the world will be looking to us for its environmental direction. Don't touch him! Keep away! Suga! 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 やっぱり俺人間じゃないよ。君は君だ。いいか。君は君なんだぞ。 もう十分だ。
もう十分苦しいんだろ。自分で決めるんだ。君が自然にいられる方を自分で決めるんだ。Another shadow's approaching. Don't let them get away. That's an order. I want them alive. We read you. Attempt to fire. Professor, listen to me. Professor Zakata. Professor, what's going on? Father. Don't you want to see the mermaid with your own eyes and confirm their existence? Whatever we do, they'll become extinct. Do you want that to happen without even knowing for certain they exist? I tell you, Sakata, this kind of human ego is exactly what's wiping out rare species from this earth. Ego? That's right. If you keep on repeating this kind of altruistic nonsense, you and your kind would end up destroying the Earth itself. Professor! This Earth can't be destroyed that easily, Mr. Norris. Besides, we do not have the power to save it. We human beings are so helpless compared to this vast ocean. We are nothing more than creatures. Slightly larger than plankton. これでよかったんだね。しまったな。世の中には人間が触れてはならないものがあるんですね。海は深いよ。海は深いよ。
Gonna